今日もの都道府省天国、本日は2020年10月19、ね、月曜日、今日も曇りがちですな。寒いですね、寒いです。さあそんなことでございまして、ね、明日出荷日なんでね、茎ブロッコリーそろそろできねえかと様子を見に来てるんですけど、つぼみがねちょいちょいね見えてきましたから、まあ出せるかなって感じですけど、思った以上に遅かったですね。やっぱり10月頭ね欲しいんですけどね、ただ10月末ぐらいにはできるかなと。さあ、あ、何日か前、先週あのタアサイを間引きして植え付けましたよね。でこうやってね黒管理車かけときましたけど、どうですか、多分こんな感じで活着したんじゃないかなということでね、あれから雨降りましたんでね、多分大丈夫でしょうということで、よいしょ。今日はねちょっと今朝一番ですけど、午前中からちょっとお出かけする用事がありまして、人様と連れ立ってねちょっと行かなきゃいけないところがありましてね、それでちょっと急いでるんですけど、よいしょ。まあ愛知に来ましてね、やっぱりこうなんでしょう、街中っていうこともあるのかもしれないけど、いろんな人が訪ねて来ていただいたり、僕自身が行ったりということがポツポツね、千葉時代よりか多いですね。まあ千葉もなかったわけじゃないですけどね、まあまあ、でやっぱりこうね、農業のやり方というかノリというか雰囲気がねだいぶ以前とはね違いますわな。よいしょ。まあそれはそれでね、よいしょよいしょ。寒い寒いね、よいしょ。前作が人参のところから、これカラスがついてきてるのかなよいしょ。もうこれはあれですね、パオパオですね。次からの葉物はねパオパオ、そこら辺耕してまた、葉物なんか行くと思うんですけど、パオパオですね。ようやくパオパオの季節が来ましたね。よいしょ。トンネルはまだ早いですね、トンネルは11月ですね。よいしょ。よいしょ。朝一番だとなかなか、よいしょ、よっこらせ、よいしょ。ねえ10月19、まああと2週間で終わりね。いや早いね、相変わらず早い。今年もあと2ヶ月いや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 ですよね、本当に早いわ。どうしようかな、まあいいや。よし、よし、よいしょ、よいしょ。ちょっと葉先がね黄色くなってますけど、この黒寒冷舎がね高いんですね。
高いです。皆さん使っておられますか？まあそんなに何十本もいらないですけどね。うちはまあ10本ちょっとは持ってるかな。こうやって暑い時にね、とりあえず活着を即すためにね、ほんと一番暑い時にこれかけないとね、まあ野菜にはなりませんのでね、重宝するんですけど、まあ1本いくらですか、2万ぐらいはするんですかこれね。ちょっと値が張るんでね、そうそうあれですけど、まあまあうちもいろいろ買い足して今10本ちょっとぐらいは持ってるんだと思うんですけどね。まあいいか、よいしょ、よっこらせ。ね、こんな感じですね。多分これで活着したと思いますね。はい、ちょっと刃先が黄色いからね、ちょいとあれですけど、はい、これでタアサイはいけたんじゃないですか。先に間引いた方がね、残ってた方が当然その間引く、こちらは間引いて一回こうなんていうんですかね、生命活動というかがっくりきてるので、それで同じ大きさから間引いたやつ、こっちの方が後になるわけですよね。ここで差をつけるわけです、はい。こういうふうにね、うまく、間引いて植え付けっていうのとやると、うまくこう活着することでね、生育にズレが生じますんで、それを利用してね、間引いて残した方のやつから先に出荷していくわけですね。はい、数はそんなにないですけどね、はい、いいんじゃないですか。はい、だいたい綺麗にでき活着したと思います。ということで以上ね、タアサイを間引いたものが黒寒冷舎で守って、あれから何3日ぐらいね、雨が降りましたね、ちょうどね、で活着したという動画でございました。寒い、以上です。それではまた。